岡田直樹です。今日は心臓の音を聞いてごらんを読ませていただきます。心臓の音を聞いてごらん。目を閉じてそーっと胸に手を当ててごらん。ドクドクドク、手のひらに心臓の音が伝わるよ。ドクドクドク、手のひらがどんどん温かくなるね。ドクドクドク、手にもほっぺにもお腹にも足にも体中に流れている温かい血、体をくるっと一周して心臓に戻ってくる。心臓の音を聞いてごらん。遊んでいる時もドクドクドク、寝ている時もドクドクドク、嬉しい時もドクドクドク、悲しい時もドクドクドク、いつも一緒。お休みしないで体の中で働いてくれている。ドクドクドク、生きている音。ドクドクドク、安心の音。心臓の音を聞いてごらん。自分のことが大好きになるよ。今日は心臓の音を聞いてごらんを読ませていただきました。ぜひお子様にも読んであげてくださいね。